演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はこちら、ミニストップの焼き菓子をいろいろ食べたいと思います。先日ミニストップに行って焼き菓子なら気持ちするかなと思っていろいろ買ってきておいたんですよね。まあちょっと持ち運びに失敗してこんな風にちょっとかっこ悪いというか大失敗の形になってしまったものもありますが、まあ気にせずに食べましょう。でもその前にどら焼きとかもなか大福ワッフルに、まあ、こちらのクッキーに、はい、いろいろありますね、ミニストップも。では早速食べていきたいと思います。ただまずはこの豆大福からいきましょう。和菓子が好きなんですよね。こんな感じですね。ではいただきます。わ、結構大きいぞこれ。大福は他とは違った個性がありますね。あとの2つはちょっと無個性かな。塩豆大福は塩の塩が結構効いて、最初にピリッとした辛みが来ました。その後に甘さが広がってきてピリッとした刺激が、今までの大福とはまた違った美味しさがありました。こちらの点数とさせていただきました。そして次の小豆もなかは結構砂糖側の皮がパリッとしていて、そこの食感を感じることはとても美味しい。どうしてもこういうのって外側はシトーとなりやすいんですけど、これはパリッとしているのがすごいと思います。なのでこちらの点数をさせていただきます。そしてカムカムレモン大福、こちら噛んだ瞬間にレモンの甘酸っぱさ本当に口の中にぶわっと広がってきて、さっぱりとした目覚めをさせてくれました。朝に食べるのにちょうどいいかもしれませんね。というわけでこちらの点数とさせていただきます。最後の特上どら焼きはシンプルなどら焼きでした。生地がしっとり、あんもさっぱりしていてとても美味しかったです。シンプルなどら焼きを味わいたい方向けですね。というわけでこちらの点数をいただきます。和菓子の中4つの中では自分の一番のお気に入りはレモン大福ですね。あの甘酸っぱさはすごかったです。では続きましてこちらメープルワッフル、まあ、洋風洋焼き菓子の部門からいってみましょうか。部門っていうか勝手に分けてるだけなんですけどね。わわわ、結構しっとりしてるな。弾力あったので、はいただきます。大焼き菓子は全体的にしっとり系かな。でも歯ごたえがあった方がいいのもあるな。このメープルワッフルはメープルシロップの甘さ、この独特な甘さが結構口の中に広がってきて、しっとりしていたワッフルの生地よく合っているとても美味しい。ただサクッとした焼きの方が良かったかなとも思いましたので、こちらの点数とさせていただきます。そして次に食べたチョコチップクッキーは、チョコチップクッキーチョコチップの中だけでなく、なんかラム酒か何かの味までちょっとほろ苦い感じがしましたね。ラム酒でか何か入っているとしたらかなり好みが分かれそうなので、こちらの点数とさせていただきます。ちょっときつかったかな、ラム酒で。続いてのマカダミアナッツクッキー、先ほどのチョコチップクッキーもそうなのですが、クッキーの生地はしっとり系で、こちらはナッツの歯ごたえもしっかり入っていて美味しくいただくことができました。ただもうちょっとナッツ多かったもよかったかなと思いましたので、こちらの点数とさせていただきます。そしてこのアップルパイ、アップルパイ中のリンゴはとってもジューシーでさっぱりとした甘さがあり美味しかったのですが、パイ生地はやっぱりこういう系統なのがしっとり系で、もうちょっとサクッとしてほしかったなという思いがありますので、こちらの点数とさせていただきます。でこれなのですが、実はまだあるんですよね。まあ全部食べられるかどうかは分かりませんが、いけるだけ行ってみたいかなと思います。では続きましてこちらのチーズタルト、あこれも美味しそうですね。ミニストップはしっとり系なのかな、それともたっぷり系、
中のチーズも結構いい色をしていますね。ではいただきます。ケーキ系の焼き菓子も美味しいですね。でもちょっとお酒きついのもあるかな。チーズタルトはやっぱり種類の生地はしっとり系でちょっと残念な部分もありましたが、チーズのクリームの美味しさはしっかりあってとても良かったです。ただやっぱり生地がサクサクじゃないとという思いが出てきてしまいますので、こちらの点数とかですね、まあ仕方のない部分もあるとは思うのですが、でこの次のごめんなさい、受け取って濃厚バターバームクーヘンはふんわりとしたバームクーヘンの中からバターの香りがしっかりと口の中に広がっていってとっても美味しかった。濃厚なバターを堪能したいならぜひということで、こちらの点数させていただきます。すみません。同じく濃厚バターのフィナンシェ、こちらも噛んだ瞬間にバターの香りが広がってきて、いや噛む前からすでに袋商品の状態で香ってきました。そして噛んだ後はちょっと焦がしてあるのがちょっと苦味があるんです。その苦味もまた良くてとっても美味しかったので、こちらの点数とさせていただきます。塩キャラメルパウンド、キャラメルと書かれていたのはいいのですが、これも何かラム酒か何か入ってるのかな、ちょっと苦味が強すぎて、しかもキャラメルの苦味ではない、そんな感じがします。かなり好みが分かるそうですね。苦いのはという方にはお勧めできません。というわけでこちらの点数とさせていただきます。さてちょっと怪物が控えてるので全部いけるのかどうかは分からないんですけど、続きましてこちらしっとりバウムクーヘンいってみたいと思います。これ私の大県出身県の県の工場で作られているということなので、ちょっと気になってたんですけど、ただなのになんで経験内に店舗がないんだか、あったらもっと早く紹介できたので。おお、結構分厚いですねこれ、見えますね。まあビデオカメラ越しなので分かりづらい面もあると思いますが、ではいただきます。今回の一番の楽しみ、バウムクーヘン、やっぱり美味しいです。バウムクーヘンは結構本当に名前の通りしっとりしていますが、結構最初に見せたご覧お店にしたいのに分厚くて、しかも噛み応えがあって満足感も得られてとても美味しかったです。中に入っているバターの風味も美味しかったですね。さすが自分の地元の工場で作られてるだけのことあるんで、それは関係ないか。というわけでこちらのテストさせていただきます。ひいきしてるわけじゃないですよ。続きましてのフルーツパウンドは、これもまたラム酒とは違いますけど、なんかのお酒も入っているような味でしたね。これはちょっときついかな。アルコールが苦手な方にはちょっとかもしれませんので、こちらの点数でもさせていただきます。香り付けにいいのかもしれませんが、フルーツの香りまで消えちゃうんですよね。そして黒糖バウムクーヘンは、先ほどのふんわりしっとりバウムクーヘンに黒糖が混ざることでまた違った甘さを出していますね。さっぱりといただくことができてとっても美味しかったので、こちらの点数とさせていただきます。で、まあすでにお見せしている方ご覧の通りかもしれませんが、あと2種類こちらがあるのですが、これ今結構お腹が膨れてきて、これに今立ち向かう容量が正直ないので、この2種はまた日を改めていただきたいと思います。もちろんしっかり撮影はしますからね。というわけで本日今まで一番食べた中で自分が一番美味しかったと思ったのはカムカムレモン大福です。甘酸っぱさ。本七福神参り、駅を目指すや先ばかり、会いたいという気持ちを先走っているのでしょうか。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演武天演、パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。